この越井坂カタツムリさんというのが、実はカンザスシティチーフスの、大ファンの、オーナーがいまして、AI リアライズさんという方なんですけど、今も実はね、ここで見ていただいてるんですけど、すごくこう、熱い、もう懐に熱い思いがある方で、観戦会した時に来てくださって、一緒にそれこそエレコムの試合とかをね、見たんですけど、そこでいろいろ話した時に、お店を持ってはるという話を聞いて、しかも個室居酒屋なんだと。いつか感染化したよねっていうのを、言ってたのが多分2019年の春、思いのほか早くというかですね、カンザスシティチーフスがこう勢いよく、ね、進んでいたのもあり、ちょっと感染会もやろうかなみたいな話をしていただいて、まさかまさかの、実現がしまして、めちゃめちゃ楽しかったんですよ。月曜日の朝なんでなかなかね参加できないんですけれども、どんな感じでしたか？すごい、まず大スクリーンをね買っていただいて、こんな感じです。はい、めちゃめちゃ大きいスクリーンを買っていただきまして、で、プロジェクターで試合を映して、ダゾーンでね試合を映してやったんですけど、10人ぐらい集まりまして、それも別になんかこうお互い知ってる人が集まったわけじゃなくて、ツイッターでカタツムリさんでやるよというので募集したら10人以上集まったということで、これはめちゃくちゃ嬉しかったですよね。で、その中に来てくれた人の中には、女性のファンもいましたし、長年20年以上見てる方もいれば、なんと日大問題タックル事件からアメフトを生み出したという、そんなパターンもあるやみたいな方もいらっしゃったりとかですね、すごくいろんなファンが集まって、みんなでわーわー言いながら見るっていう、これがめちゃくちゃ楽しかったですね。でもね、面白いのが、普通スポーツの観戦って、わーとかやってハイタッチわーとかっていうイメージだと思うんですけど、僕らは大体こうやって腕を組んで、いや、次のプレーこうやとか、あー入れられたとか、で、それでパス、おーよー通すやんとか、こう、なんかちょっと考えながら見るっていう、アメフトらしい観戦会になってまして、でたまたまそこに感覚の、ね、ラインバッカーをやってた選手も、来てくれたので、選手目線でね、あそこはもうちょっとブリッツ行った方がいいと思うんですよみたいな話とかも聞けたんですよね。羨ましい。そうなんですよ。で、ゲームの方はどうだったかというと、すごく競った試合で、49ers とチーフスの試合だったんですけど、大方の予想通り、チーフスはパスプレーを中心に、組み立てをして、進んでいって、49ers はランを中心に、組み立てていったんですけど、競って競ってっていう試合で、ただ後半ですね、49ers のディフェンスがすごい大奮闘して、ニック・ボサというですね、ルーキーの選手がいたんですけど、その選手がすごいこたごたプレッシャーをかけて、マホームズが何回も追い詰められるみたいなシーンがあって、で、一時期ちょっと 49ers 優勢になって、これはさすがにやばいんちゃうかっていう会場での空気になって、で、このお店のね、アルバイト君も見に来てくれたんですけど、ちょっとオーナーのチームやばいっすねみたいな空気になってたんですけど、そこはやっぱりマホームズで、もうありえないようなパスを決めて、チーフス陣内35ヤードライン、ソーダン15、ツーダウンプレーで決めた。ああ、開いてるやん。うわー、すごい。なんで開いてんねん。で、逆転みたいな。でもこれも僕結構予想してた展開だったんですけど、やっぱりマホームズちょっとこう、ね、戦術を超えたプレーをいっぱいするっていうところがあって、走って逃げれるっていうのもあるんですけど、パスでそういうのを決めてやるっていうのもあって、ちょっとありえないプレーをいっぱい見たので、僕たちもうわ、あんなプレーするのかみたいな話で盛り上がって、試合がね、終わったということで、チーフさんおめでとうございますみたいなみんなでなって、そっからですよ、この観戦会は。その後が長かったですよ。試合は大体、12時半か1時ぐらいに終わって、そこから、まずこのカタツムリさんで、いつから試合見てはるんですかみたいな話とかをしだしてですね、実はジョー・モンタナの時代から、そんな時代からしてはるんですかとか、
ここはパッカーズとのライバル関係がとかいう話になってきて、僕もなんかあの名前は知ってるけど実際に見てなかったんで、あのその時代を実際見てる方の話めっちゃ面白くて、でまあでも実際アメリカでどうなるみたいな話になった時に、今度は今アメリカで、フットボールをしてる、お子さんを持ってはるお母さんがいて、アメリカで実はこういう、大学はなんか結構激しいあの指導されるらしいとか、NFL それで行くってすごいとかいう話になってまた盛り上がって、もうこれでまた1時間半ぐらいでもう試合ね、試合の前半分ぐらい喋って、さすがにちょっとここも片付けなあかんからっていうの で、あのありがとうございましたということで店出て、ちょっとご飯食べて帰ろうかみたいに言って、あのお蕎麦屋さん行って、そこでまた1時間ぐらいアメフト談義をしてて、でなんかもう今日来た皆さん優しかったなみたいな、すごいこう自分の過去の感染歴の話がしやすかったし、また集まりたいですねみたいな話をして、でまあある意味ちょっとそこでこういろんなテンションがまた上がって、こういう YouTube とかもやりたいなとか、いろんな発想が膨らんだ回でしたね。やっぱりアメフトが好きっていうテーマで集まるってのはやっぱりいいですね。いいですね、まあ、何よりだから、まあ、その回でもありましたけど、リアルで話せる人なかなかいないじゃないですか、ファンが周りにいないんで、まあ、そういう意味でいくと今ツイッターでねファンとつながれるし、なんやったらコーチとか選手ともつながれるし、まあ、そういう環境の中でリアルでこういう場があるってめっちゃいいなと思いますよね。オフ会とかもね、ちょっと今ねコロナの影響なかなかできないんですけど、まあ、もうちょっと落ち着いてきたら、そうですね、ぜひやりたいなと思いますよね。なのでまあ皆さんもなんかちょっとこんなアメフト話したいなとか、昔このチームこんなんやってんでみたいなことをぜひ教えていただきたいと思ってるので、まあコメントとかねもらってもいいですし、出演してもらってもいいですよね。そうですね、ここに ね、来てもらってもいいと思うんで、そう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 、なんかいろんなチーム事情のこととかお伺いできたと思うので、ぜひ現役の選手の方とかでもいいですし、いいですね、夢あります ね、ということなので、まあ、ぜひね、あの皆さんと面白くこの、フットボールつながりを作りたいなと思うので、またよろしくお願いします。宣伝ありもちろん準備が素晴らしいお前どんどんポンポン出てくる仕込んでおきましたすごいですね